暴君が。ハッハ、妙なところで会っちまったな、プリンセス。俺だよ、アンソニー。あのミッション以来の再会だな。この CPU は自己破壊させられたようだぜ、うん、情報収集を続けよう。行くぜラジャ。分かった、必ずハッキングしてみせてやる。ここの計画の全てが分かるかもしれないからな。司令、準備完了です。くそ、ダメか。我々のミッションに協力してもらわねばならないようだ。ただし全ての行動は私の指示に従ってもらう。死んでる。攻撃開始。まずいぜ、反撃キャッチで。これよりフリーズガンの使用を許可する。ここボトルシップにおいて何が起きているのかは不明だ。オフィス部位を破壊せよ。事態は深刻である。この全貌解明は必要だ。だが最優先だ。生存者を発見し無事に保護することだ。ブリーフィングは以上だ。サムス、速やかに敵の処理を行いたまえ。奴に遭遇したら迷わずプラズマビームを使用せよ。あの化け物を黙らせろ。グラップリングビームの使用を許可する。アンソニーを援護しろ。これでデータの一部が取り出せそうだ。今すぐセクター2へ行く。生存者が潜んでいる可能性が極めて高い。どうやら人間がこんな風になるってんだ。どう、周りが全く見えねえ。出口はどっちだ。アントニー、上がってこい。撃って、はよせ。サムス、一体どうした。大将のこと今どう思ってる。